はい、どうも浦里ですよ。さあというわけでこちら関西コレクション2011スプリング&サマーとうとう来ますよ。来ましたね。明日ですから、はい、ちょっと MC をさせていただきまして、はい、今ちょっとリハーサルの途中なんですけども、はい、もうとにかくやっぱりこのドームでね、うん、イベント日本初ですよ。いろいろコロナ禍で大変な状況ですけども、やっぱり盛り上げるとか盛り上げていって、もちろん対策は完璧にしてしつつ盛り上げる初のイベントですから、すごい、お客様も入っていただいて、もちろんあの普段通り全員入れるわけにはいかないので、そこはもうちゃんと対策をとってある程度の人数でやりますけど、まあでもやっぱ規模がでかい。すごいですね。はい、でもやっぱもう突き抜けていきましょうよと。はいね、もうコロナなんかガッツン突き抜けてね、はい、もうやっつけてこのイベント盛り上げていきましょうということで、もう前日のリハーサルでちょっとあのテンション上がってますけども、はい、ちょっと不安材料がありまして、はい、あなたたちがステージに上がるって聞いたので、そんな場を用意していただいているということで、はい、はい、すみません、ありがとうございます。ちょっと後の部分の台本だけ僕ちょっと破きかけたんですよ。いや怖いんですよ、ざわつくでしょ。だってあの一番怖いと思ってるのは僕なんです。そうですね。まあまあの尺で撮ってたから出てくるから、はいはい、大丈夫ね、はい、まああの1年間ね宮迫チャンネルで、はい、培ってきたものをチームワークを見せる時は今ここに来ましたから、宮迫さんほんまかな、はい、絶対に助けてください。いや助けるも何も危せんなよ。暴れるな。これどっちこれどっちどっちどっち。違う違う。振りかな振りかな。もう分かんないもう難しい。ほんまあのちゃんと台本に書かれてる通りやったらええねんって。ね、これをなんかこんな感じのことを喋ってをちゃんとうまいこと綺麗に喋ったらよかったねっつって。なるほど。とっとと出ていけってなるから。台本通りでいいんですね。振りちゃうねん。はい、頼むぞ。はい、わかりました。ほんまこれ成功させなあかんから。はい、そうですね。でこの模様がどこか流れるんですよね。はい。こちらの方が、まあ、TikTok ライブと、はい、あとはあの LINE ライブ、 生配信で見れると思うので、はいはい、これもぜひ皆さん一緒に盛り上げていきましょう、はい、あのこれがもう全国でね、これからやっぱりコロナは収束にもう抑えていかなダメですし、これからいろんな場所でもこんなイベントをどんどんやっていけるような状態にしていくための第一歩と考えてください、はい、みんなで盛り上げましょう、はい、これはみんな一緒に盛り上げていって日本を盛り上げるこれの第一歩ですから、頑張っていきましょう。お願いしますよ皆さん、本当に、はい、頑張ります、ね、はい、あの本当 のリハーサル中綺麗なモデルさんたちがね、はい、リハーサルじゃないですか、ほんまお前いやらしい目で見るな、本当にみんな可愛い、もうそれだけで見る価値あるんだよ。違うね違うね、そんなことは分かってる。こっちは一生懸命台本を覚えながらいろんな展開でなるとこんなことやって、ゲームはこれですねってやってる中、はい、ずっといやらしい目で見るね。あ、可愛い可愛い可愛い、またヘイトが集まるから。もうやついこれで炎上したところです。もうやめてください。すいません。皆さん頑張ってください。あ、そうそう、あのもちろんね、可愛い子だけじゃなく、もうイケメンもたくさん登場しますので、はい、すごいですよ。もうインフルエンサー初めてじゃないですか。50のおっさんがカンコレにね、カンコレの MC するって本当にすごいことですよ。最年長じゃいます。下手したら絶対そうじゃないですか。大丈夫かな。ブーイング受けへんかな。登場してすぐブーイングしたらマイク捨てて走って逃げる。俺走ってあの茨城の実家帰るから。ガラスのハート。まあまあ距離あります。もうたこ焼き食うって振ってねえから。お願いします。皆さん一緒に協力して盛り上げていきましょう。はい。というわけでよろしくお願いします。